バトクシンは、雲南省における海賊の裏マー。アラビア語、ペルシア語、イスラム教に関する、豊かな学識で知られた。字はまた初。雲南省、台湾出身。サイードの出自であるとされ、現代に、雲南を治めた色目人の行政官、サイード・アジャルの子孫を称した。1841年、発チを実行する。当時は、アヘン戦争の影響で回路が使えず、 イスラム商人と共に陸路で出発した。シップソンパナを経て、ミャンマーに入って、マンダレーからヤンゴンまでエイアワディ川を下って、そこから蒸気船でアラビア半島に向かった。メッカに巡礼した後は8年間中東に留まった。はじめはカイロのアズハル大学で学び、それからセイズ、アレクサンドリア、エルサレム、イスタンブール、キプロス島、ロドス島など、 オスマン帝国領を旅した。メッカ巡礼から戻った後、バトクシンは著名なムスリムとして、1856年から、トフミヒデの指導で海賊と他の少数民族が放棄したパンゼーの乱に巻き込まれることとなった。バトクシンは、トフミヒデの革命的なやり方に反対したものの、支持者に放棄を援助するように激励した。その後、新朝と放棄軍との間で調停者の役割を、 果たそうとした。しかしその平和への努力にもかかわらず、清は彼を反逆者と疑い、放棄の鎮圧の2年後に殺害された。バトクシンはアラビア語やペルシア語の著作を残すとともに、クルアーンの管訳を最初に言った人物である。著作の中では、イスラム教の文化と儒教の共存のために、比較研究を行っているが、仏教や道教の要素を取り入れた。 中国のイスラム教のあり方には批判的であった。正当派のムスリムとみなされているが、スーフィズムへの肯定的な態度も見受けられる。30冊以上の著書を残したが、それらは5つのカテゴリーに分類される。ありがとうございます。